心臓が勝手にドキドキします。びっくりしました。何ですか？あ、そうですね。体を動かすといいのかな。そうですよね。みんな見てるんですから。みんなすごい気迫ですね。そうですよね。頑張らないと。はい。でもどうしたらいいのかな。プロデューサーさん、私頑張りますから。ここはもう大丈夫ですよ。こういう時、どんなお話ししたらいいんでしょうね。はい。よろしくお願いしますね。向こうの人たち、エンジン組んでますね。私たちです。ゴー。頑張りますね。おお。って試合みたいですね。の光ってすごく強くてすごく綺麗。そうですね。全く違う景色が見られそう。なれるかな。自分をアピールってどうやったらできるんでしょうね。それだったら。つい動きが硬くなっちゃいますもんね。そうなんですけど、ずっとは難しいような。
私、もっと上手くなりたいです。プロデューサーさん。ありがとうございます。ステージの上では、あれしなきゃ、これしなきゃって考えを全部忘れて、思いっきり楽しめました。オーディションだってことまで忘れてました。ステージってすごい。私、パワーをいっぱいもらいました。これからも、もっともっといいステージにしたい。そのためにも、もっとレッスンしたいです、プロデューサーさん。プロデューサーさん、ごめんなさい、ダメでした。はい。落ち込んでばかりじゃダメですよね。切り替えてすぐにレッスンしたいです。はい。すみません、プロデューサーさん、私、皆さんにしっかりと届けられなかった。そんなにはっきり言ってもらえると、落ち込んでた気持ちも吹き飛んじゃいました。プロデューサーさん、私、次こそは合格しますね。え？本当ですか？私、すごくわたわたしちゃって。どのカメラを見たらいいのかなとか、今は誰が中心なのかなとか、頭ぐるぐるしてました。そうですか。でも予想してたよりとっても楽しくて、また呼んでもらえるようになりたいな。プロデューサーさん、見てくれましたか？え？嬉しいですけど、あの、どんなところが？そうなんですね。一つ自信ついちゃいました。ありがとうございます、プロデューサーさん。また次も頑張りますね。